ラモンデ・フェスス・サンティアゴ・ドミンゲスは、ドミニカ共和国産、フワン州、ラス・マタスで、ファルファン出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウ・リョーダ。2018年シーズンより、MLB のデトロイト・タイガースで一塁コーチを務める。1998年7月29日に、デトロイト・タイガースと契約を結んで、プロ入りした。1999年は、 マイナーリーグのみでプレールーキー級、ガルフコースとタイガースと A マイナスオネオンタタイガースでプレーし、2球団合計で47試合に出場して打率。326.1本塁打、19打点、25、盗塁という成績を残した。2000年も前年に引き続き、マイナーリーグのみでのプレーとなった。この年は、A 級、 ウェストミシガンホワイトキャップスで98試合に出場。打率27、272.1本塁打、42打点という、成績に加え、39盗塁を記録して、瞬足をアピールした。2001年もメジャーデビューを果たすことはできなかった。この年は、A 級レイクランドタイガースで120試合に出場。しかし、打率は3年連続の加工で、 268に止まり、2本塁打46打点という成績に止まった。一方で2年連続で30盗塁以上を記録し、スピードは健在だった。2002年5月17日のテキサスレンジャーズ戦で、念願のメジャーデビュー。主に遊撃手として65試合に出場し、早くもメジャー定着となった。打率は、243という低水準だったが、 4本塁打は、マイナー時代の自身の成績と比べても、当時は、自己最多となる本数だった。2003年は、遊撃で85試合、二塁で53試合に出場。その他の試合出場も合わせて141試合に出場し、自身初の規定打席到達を果たした。しかし、打率、225と力不足を露呈してしまった。 2004年1月8日にカルロス・ギーエンとのトレードでシアトル・マリナーズに移籍。しかし、十分な出場機会を与えられたとは言えず、マリナーズでプレイした2005年との2年間で27試合にしか出場できなかった。マリナーズでプレイした2年間の通算成績は打率。170.2打点。そして11月18日にマリナーズを自由契約となった。 2006年1月4日、古巣のタイガースと契約を結んだ。2006年は、自震初の三塁守備を経験するなどで43試合に出場。しかし、結果は伴わず、打率、225.3打点、2盗塁という成績に止まった。2007年は、出場試合数が11試合減って32試合にしか出場できなかったが、メジャーデビュー後では、 自己最高となる打率284を記録打撃面で進歩の兆しを見せた2008年はレギュラーポジション再ダッシュとまではいかなかったが58試合と十分に出場機会を与えられた打率も2年連続で280以上の数字を残し打撃でもある程度計算できる選手になったまた 17三振に対して22支給を選び、出塁率は411という高い水準だった。その影響もあり、オプスも871という数字だった。その年の成績は打率282.4本塁打、18打点、1盗塁。2011年10月30日に FA となったが、11月30日にタイガースと再契約した。 2013年10月31日に再び FA となった。2014年1月29日にシンシュナティレッズとマイナー契約を結んだ。3月30日にレッズとメジャー契約を結んだ。同年は控え内野手として75試合に出場した。オフの10月30日に FA となった。2015年1月30日に トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。3月31日に自由契約となるが、4月6日にマイナー契約でブルージェイズと再契約する。しかし、左鎖骨の骨折で故障者リスト入りして、開幕を迎えた。6月から、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズで、実戦復帰するが、7月24日に自由契約となった。オフは、 ドミニカ共和国のウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルでラレプブリカドミニカーナに参加しレオネスデルエスコヒードに所属した2018年シーズンからはタイガースの一類コーチを務める複数のポジションをこなせる器用さを持ち2003年に10盗塁を決めた瞬速が持ち味ただし打撃力に難がある上に子球を選ばない傾向があるため 出塁率はあまり高くない。ありがとうございます。